慈城县华侨总会举办的2018年国庆节祝本会，10月21号中午在石湖市举行，包括地方首长、议员、会员等100余人齐聚。慈城华侨是成立也已经30年了，不过很可惜的，已经最近这几十年都没有活动。然后我是去年接了会长之后，然后我们跟我们新的雅姑印他姐，我们就在想说我们要怎么样再把这个会的向心力拉起来，然后会员也很支持，然后这里的官商，然后这个经济界的朋友、商界的朋友也都很支持，所以今天才有办法做这么大的场面。一间市市长山口胜树表示，一间去年在台湾设立驻点办事处。纳科市市长海野彻表示，纳科当地跟台南飞虎将军庙有交流。中华联合总会会长新元雄则是第一次来到慈城参加国庆节祝贺会。台湾に交流事務所設置をさせていただきました。多摩代表にも足を運んでいただきまして、インバウンド含めてですね、交流事業の推進に当たっているということでございます。いろいろそういう事務所を開設する以前から、開設してからですね、台湾の関係の方々から、いろんなこうお話や情報を伝えて、いただけるようになりましたし、台北驻日经济文化代表处副代表郭仲熙与代表处官员不远车程从东京前来。会社の組織も、経営者も変わりましたけれども、でも会社名はずっと107年ずっと同じ中華民国 で今台湾台北に移りましたけれども、社名変更は一体ともありません。祝贺会请到台湾留日花艺家卓古敬年现场示范花艺，作品在28号虎航开通台北慈城航线现场展示，一连串的活动更拉近慈城跟台湾的距离。台湾新闻慈城报道。